国カリル 90mm 低圧砲は、ベルギーの国カリル社によって開発された低圧砲。戦車砲内し車載不評砲として運用される。1974年、CMI 社は、装甲戦闘車両向けの 90mm 砲の開発に着手した。この時、主力戦車の手法はすでにロイヤルオードナンス L7 を代表とする 105mm 砲にシフトしていたことから、 この新しい 90mm 砲は低反動の低圧砲として主力戦車よりも小型、軽量の車両での運用に重点を置いて開発された。高低圧理論を応用した低圧砲であり、使用する砲弾はマカー、ロイヤルオードナンス、ジョット車などによって供給された。マーク1に続いて開発されたマーク2では、小座長を 300mm から 500mm に 増加させ、改良型の中体副座機が採用された。また、マーク3では、さらに閉鎖機にリコッキング機能が付与されているほか、反動も1 3 0 0 0ラムから8 5 0 0ラムに軽減されている。マーク1から3方の方針は、いずれも特殊なエレクトロスラグ採用開放によって精錬されている。通常は三段式の方向性大気が採用されているが、 1986年に登場したマーク 3MA1 ではアップフスズ弾ンの運用に対応して短弾式とされた。コッカーリルマーク 390mm 砲は7トン前後の走行戦闘車両への搭載を狙って設計されており、当初は CM90 砲塔システムに搭載されてのセールスが行われていたが、後に CM90 を改良した。 j 9に移行した。合計で約2300門のマーク 390mm 砲が生産されている。マーク 390mm 砲は、下記のような車両への適合性が実証されている。アメリカ合衆国イギリス、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、ブラジル、フランス、ベルギー、ドイツ、ロシア、国カリルマーク 890mm 砲は、10トンないし20トン級走行。 戦闘車両への搭載を狙って設計されており、LCTS-90 砲塔システムに搭載されてのセールスが行われている。1992年から1993年にかけて最初の試作法が完成し、1996年にクウェート軍が採用したのを皮切りに、現在までに4カ国が採用している。マーク 890mm 法はマーク 3よりも方向内圧を高め、方身長も延長することにより、高所速を確保している。これにより、従来の 105mm に匹敵する対戦車能力を獲得した。LCTS90 は安定化された昼間用、熱線暗視サイトと弾道計算コンピュータを備えている。また、報酬用サイトとは独立して、社長用にも、 全周創作可能なサイトが設けられている。砲弾の搭載弾数は37発である。また、事故防護用として66、mm、66mm、7 6トル内視8 0ト、mm、ルの発煙弾発射器を、砲塔側面に搭載しているほか、オプションとして、レーザー光線警戒装置を搭載して発煙弾、発射器と連接することで、レーザー照射を受けた場合に、その方向に、 自動的に炎幕を展開できる。クウェートカタールサウジアラビアウェルギー。ありがとうございます。